さあさあ、整形大学の長文行ってみたいと思います。本日の全体像ですが、段落は5つ。そして、設問形式は皆さん、空所補充問題となっております。文章入問題5問ですね。行ってみたいと思います。で、皆さん、やり方ですが、皆さん、いろんな動画でお伝えはさせていただいておりますが、空所の前後と、選択肢を眺めていただいて、これですね、言い換えを成立させるということで、よろしかったかと思います。ですから、例えば、空所の前後に YouTube とあれば、選択肢の中に SNS、これが言い換え可能だ。じゃあ、これが正解って感じでよろしいかと思います。ですから、皆さん、このあたりを皆さん、意識しながら、頑張っていきましょう。さあ、皆さん、設問の指示はこんな感じでございます。まずは、第一段落、お願いいたします。さあ、皆さん、この空所16番に入る選択肢ですね。今、見えてるところがあるかと思いますが、皆さん、一つだけ検討していただけるとよろしいかと思います。皆さん、話の内容ですが、皆さん、これですよね。バッハは有名ですが、この人は有名じゃないと。もしくは、シェイクスピアは有名ですが、この人は有名じゃないと。なんでやねん、という話ですよね。で、皆さん、多分気づいているかと思いますが、皆さん、フェイマス、有名という表現の言い換えが見つかってますよね。ですから、正解は3番ですよね。皆さん、フェイム、名声ですよね。ですから、どのように名声が与えられて、それが維持されるのか。それは、謎ですよね。ということで、よろしいかと思います。もちろん、謎だからこそ、こういう感じで、皆さん、クエスチョンマークですよね。皆さん、疑問に思っている文章があるのも、ミステリーにつながっていくと思います。さあ、皆さん、続いて第2段落でございます。どうでしょう。で、皆さん、この段落はちょっとなかなか決めにくいんじゃないかなという感じもしております。で、皆さん多分気づいてるかと思いますが、こう、ジリアブさんが一応存在はしてるんですが、こう、ジリアブさん4番、6番にいたりですね、もしくはこう、彼ですね。皆さん、この彼ですね。で、彼が結構出てくるので、ちょっと決めにくいんじゃないかなという感じがいたしますので、以下保留にいたしますね。さあ皆さん、続いて第3段落、一読をお願いいたします。で、皆さん、この空欄18番に入れるものですが、皆さん、第3段落、こう、前半でいけるかと思いますので、ちょっと皆さん、選択肢検討していただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、最大のヒントは、ミュージシャンとして素晴らしいというお話ですよね。ですから、そのあたりの言い換えが見つかってるかと思います。ですから、正解は6番ですよね。皆さん、サング&プレイドというところが、皆さん、ミュージシャンと言い換え可能ですね。さあ、皆さん、続いて第4段落でございます。今度は空欄19番、お願いいたします。で、皆さん、ヒントはおそらくこのあたりですよね。ハイジン、衛生ですよね。それに関して皆さん非常にこう心配している様子がヒントになりますね。ですから正解は1番ですよね。皆さん頻繁にお風呂に入っているという様子から皆さん衛生に関して気にかけているというところと皆さんつながってきますので、1番が正解です。さあ皆さん、続いて今度は空欄20番でございます。もう残ってる選択肢は2番、4番、5番ですからね。よろしくお願いいたします。で、皆さんヒントですが、例えばこのあたりですよね。飲み物を飲むときにクリスタルグラスを使っていたり、もしくは皆さん3コースミールですね。スターターから始まってメインが来てデザートが来ると。こういう生活でいけそうですね。ですから正解は2番ですよね。皆さん、この波線振ったところでよろしいかと思いますが、多くの人々の日常生活ですね。生活のその習慣に関するお話で、生き返り可能ということでよろしいかと思います。それでは先ほど保留にしていた段落に戻ってきました。空欄17番ですね。で、皆さん、残ってる選択肢も4番と5番しかございませんので、頑張ってください。
デミさん、おそらく空所の左側、この三角括弧で囲ったところですね。この皆さん、幅広い能力に皆さんびっくりですよね。ですから、さらにそれを受けて、イーブンモアアストニッシングということで、さらに驚くことには、てんてんてんということでございますので、5番が正解ですね。サムさん、お疲れ様でございました。まあ、解き方をですね、参考になさっていただけるとよろしいかと思います。でもさ、この空招集問題はですね、苦手、という方が実際、たくさんいらっしゃる、はずでございますので、なるべくこのヤダッチとスタディもですね、たくさん、採用していきたいと思いますので、よろしくお願いします。